大南誠六、大南誠六、大南実六は、ベトナムの元朝近邸の師書で、元朝の前身である、江南原子時代から、慶帝帝の時代までをカバーしている。全548巻。大霊は、記伝体で、誠六、本義にあたると、列伝、大南列伝からなる。志や、表などはない。誠六、列伝ともに、 吉高タカの即位前後で前編と正編とに分かれる。誠は日本漢字音では諸もしくは時期と読むが、実録と呼び習わされている。第六寄付編と第七期以外は漢本である。本来なら中国の名実録や清実録に同じく実録と命名されるはずであったが、実るル、実が第二代皇帝民命ミカドの皇后腰の意味なで、 あったために使うことができず、同音同義の誠が採用された。誠と実は中国語で和で同音であり、ベトナム語でもももと和で同音だったのだが、引きに伴って実はその音が避けられてと発音するようになった。また、右の地19年、1838年3月に、国語が越南から大南へと改められたため、現在の署名となった。日本の学会では、 大南誠六の漢字表記と大南実録という読みが定着しているが、日本国外では、実録,実録と表記することも多い。現朝における実録の編纂は、吉高10年、1811年に、国朝実録編纂のための資料の提供を求める、ミ事のノに始まる。この企画は、吉高帝在世中は実現せず、 次の民命イノミカドは即位直後に寄居中間を設置し、民命が安年6月に国史誠六編さんの悟りを出して、そのための機関として国史館を作らせた。翌年5月に国史館の完成を発布して、国史館総裁のゲ文人、副総裁定解徳、ハ昇ノボル教育家さん、おさむ、編集など、計63名のせいで、劣勢誠六の作成を開始させ、 民意の地六年には、吉高上門の誠六編纂のための資料収集を開始したとの記録がある。並行して玉町の編纂も開始して、民意の地五年、1824年に総本が上呈された。しかし、この前後に総裁、副総裁が相次いで没したこともあってか誠六作成作業は滞ったようである。民意の地十一年、1830年。 ミニイノチミカドは、女神誌に対して、名実録入手の密命を与えている。名イノチ14年、1833年に、再び、誠六編さんの命が下されたが、そこでは、現在の倉庫は、質が低いと批判しており、翌年には、主観の入れ替えが行われた。この直意を受けて作成された総本は、ミニイノチ16年、1835年に、法定され、 ミニーノチミカドが、自ら筆を取って、これを完成校に仕上げた。これ以降、前編と第3期までは、各期ごとに総本が上申されて皇帝がこれに筆を、加える形式となる。これには、当時の士官の感覚の素養が、ミニーノチミカドが求めるものに遠く及ばなかったことに、加え、皇帝自ら筆を取る、金を収むことで、史実や、 進化の行状などに対する基礎方変の件をも皇帝が握る意図があったようである。しかし、第四期以降はこの方式は放棄された。実録、誠録とは称されているが、中国の実録とは大例が大きく異なっている。形式上の特徴は以下のものが挙げられる。現朝近帝の聖子だけに、とりわけ植民地期以前については最も基本となる、第一級の資料である。 しかしながら、植民地期に編纂された、取得朝後半期以降の部分は、フランスとの関係や、植民地化の今については相当の粉飾が施されているようである。当然ながら、対外関係に関わることについては、関係国の資料との対象が必要である。また、関数からも明らかなように、期ごとに、記述の清掃に相当の差がある。特に、 大南誠六前編は、広南原子滅亡によって、多くの資料が散逸したため、低解読、家庭上通史やはじ向き圧史、右辺雑録度、誠六の元となった資料にあたって、比較、競合する必要がある。現状は、広南原子の末裔であるため、北方の低詞との関係は、原子側の立場から除述されており、この点についても、 停止側に立つ資料や外国資料との対象が不可欠である。その性格上、一般に流通するものではなかったが、漢本の他に数種の写本も伝わっている。内容はどれも基本的に同じである。現状宮廷に保管するもの以外に、フランス植民地政府の求めなどに応じて、数字重版されている。日本では、松本信弘が、フランス極東学院の助力を得て、 笛宮廷と交渉し、すでに漢本になっていた第六期までを入手することに成功した。その縮みインポ本が、慶応義塾大学言語文化研究所から刊行されている。ベトナムでは来た、ベトナムで1962から統一後の1978年にかけて第六期までのベトナム語訳が出版され、21世紀に入ってから再刊されている。 南ベトナムでも翻訳が古学院から出版されたが、完成を見なかった。第六寄付編と第七期は1935年に完成、上品されたが、韓国には付されず写本が六部作成されて、笛宮廷に収蔵された。戦後、南ベトナムの最高古文府、長はゴーディンニューに移されたが、ゴーディンジェム殺害クーデター後の所在は不明である。なお、 大南ミノル六世編という名で仏陵期に関東で印刷されてベトナムで刊行された書籍がある。原服への創業を扱ったものだが、これは高知品の家境が祖先の興業、現状成立への貢献を得るために作った視線の辞書で、本校での大南誠クとは無関係である。かねて、パリ滞在中に大南誠クの存在を知った。 松本信弘は、昭和8年、1933年の、普通院出張に際して、前河内総領事、当時の永田康吉地から、誠登録の現況について、情報を得て、その入手を起とし、東洋文庫など、関係機関と相談して、金策を立てた。ハノイでは、日本総領事館及び、旧地のエミール・ガスパルドンやレオポルド・カリエール神父を、通じて、学部産地の方をプハム。 ついで笛で、学部証書のファムクイーンと交渉したが、フランスの求めに応じて2部を印刷中とのことで、断られて、うまくいかなかった。その後、松本が帰国時に助力を求めた、ガスパルドンからの働きかけで、極東学院院長ジョルジュセデスが動き、6部の重版にこぎつけた。印刷後にすりが不良の箇所を保湿したロクは、昭和10年、 1935年11月に日本に到着し、当時の東京、京都両帝国大学、東方文化学院の東京、京都研究所、東洋文庫及び松本の勤務先である慶応義塾大学に収められた。戦後になって松本は誠六の英印観光を起とし、境内所蔵本の縮み印本が同大学言語文化研究所から観光された。 出版は1961年に開始されて、当初は順調に刊行されていたが、オイルショックなどで資金難に直面し、完結までに20年を要した。これによって、寄港本だった大南誠六の利用環境が整えられ、世界の学会を悲劇することとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。